武器変えます。ブロンズスティレット、銅で作られた双剣。あ、聖なる刃プラス25、鉄の剣、くー、鋼の剣1800ゴールド、買えねえよ。鉄の斧、バトルアックス、鉄のソロバン、すげえな。異世界から来たらトルネコなのに、トルネコの装備売ってるんすね。用意がいい武器屋ですね、これは。オルネゼめっちゃ強い。また来てくれよな。すごいな、ここの品揃えパラいっすね。トルネコが来るのを知ってたんですね。めたいめたい。あ、オーブという防具を扱っておる。オーブ屋さんか、ここ。一人一個じゃから、しっかり選ぶんじゃぞ。何かようかね、布のオーブ、旅人のオーブもらったね。お、すげえ、70ゴールドのものただでもらったのか。我々は。オーブ全員分装備した方が死ににくくなりそうだな。どうしような。とりあえず。あ、今回あれだ。まとめて買えるようになってる。前回まとめて買えなかったよね。一個ずつだったよね、買うの。武器買いたいけど、まあ、でもな、中途半端しか買えないから、とりあえず、死なないように、頑張ってください。はい。はい。おお、まとめて装備がある。進化してる。ワンよりも、やってて、やりやすい。やった。オーブ。旅人のオーブと川のオーブ、とりあえず置っとこうか。待って。4個。ん？あ、これ持ってるやつか。これを1個売ると。よし。カリフラワー。この髪型。ちっけえな。黄金のかけら2個。あ、売れる。よし。売ってもなぁ。ねえ、まとめて買って、まとめて装備。おう、よくしたな。まとめて装備ってのもあった？俺一個一個装備してたか、今。とりあえず買っとく？でも10上がったらいいよな。とりあえず買っといて、あれだわ。敵を素早く倒そう。はい。我が輩が装備します。ブロンズスティレット。便利便利。やっぱドラクエは進化し続けてるな。今も昔も。じゃあもう出ますかね。出て、お金貯まったら戻ってきたよな、また。もうすごいゆっくり進めていこう。あ、スキル振り分け、呪文の付け替えは、特技呪文の付け替えなんてあるのかい？振り分けないとスキルアップ得られないし、使ったとしてもボタンを付け替えないと。そんなことあるのか。前作は呪文固定だったもんね、特技。スキル振り分け。テレシア。覚えたいスキル、はい。3ポイント。あ、体当たり？でもポイント足らないよ、体当たり。ロストアタック。敵の強化を打ち消す。スキル内容。この赤いのはアンロックされてるやつだね。ロックされてるのか。アンロックは違うな。三河市の性能。5ポイントしかないもん。ハイテンションの持続時間が。たぎり状態。攻撃力と守備力のアップ。うわぁ、結構あれっすね。じゃあ、とりあえず攻撃だな。力こそパワー。攻撃でもう、敵を瞬殺しまくって、サクサクとレベルを上げていく。特技多くなってるね。ここ、あれかな？満タンにあんのかな？これ。すげえあるよ。満タンだったら。すげえ覚えれるよ、技。んで、力。あと6ポイントか。MP いいっすね。待って、でも他に。三河市性能。まあ、いっか。MP だな。技をガンガン使って倒してください、敵を。あ、まだ上がるか。HP。まあ、タンクとして機能してほしい。ウェイストいらっしゃい。みんなもゆっくりしてってね。力上げて、待って。賢者の石を使い、仲間全員の HP を回復する。これ重要ですね。よかった、使わなくてポイント。先生を使い、一時間的に狙われにくく。万能の杖を使い、味方全員の回復。マジか。状態以上まで回復できる。これめっちゃ重要。
他はいいか。で、特技呪文の付け替え、ここに賢者の石。すげえ、しょっぱな賢者の石持ってるよ。やべえな。物語だったらね、だいぶ後にならないといけないやつなのに。ダイヤモンドダスト、ん？双剣だとダイヤモンドダストになるのか。技が煉獄斬りじゃなくなってるね。何？じゃあこの子も氷が使えるようになってるのか、双剣だと。行ってきます。スルリと。また脳筋パーティーで。でも今回はちょっと考えたいな、いろいろ言うだけだけど。お、ジャイワールへ行くとしよう。ジャイワールはコルダ砂漠を南に抜けた先。ジャイワールってあれだね、砂漠なんだね。主人公たちが砂漠生まれってなんかねえ、なかなかないよね。砂漠生まれってのもなんかすごいな、迫害してる感じが出てるけど。なんと所持しておられる、あ、ルーラストーン貸してくれたって。使えるってことか。これからイザナイの石を見かけたら忘れずに先として登録しておかないと。ゼビオンに帰れる。やった。移動先として登録したイザナイの石がある場所に一瞬で移動できる。知ってる知ってる。まあ、最終的にはハーレムパーティーなんですけどね。あ、L日本ダーで操作キャラを変更できるようになりました。ありがてえ。おお、乗り移った。こいつが幼馴染みか。ホストみたいなよ、イケメンがよ。そしてオル姉さん、行くよ。オル姉さんいいよな。オル姉さんちょっと技使ってみていい？あ、でも攻撃もそこそこ早い。あ、三角で常に振りまくれる。わあ、強い。三角強い。四角四角。あー、でも3回か。あ、長い長い。攻撃モーションが長い。トルネコ。うわー、あ、いとこだっけ。いとこで幼馴染だよね。でもね、曲げない。すげえな、腕力。あ、タックルね、体当たり。ぽよ。まあそんな感じっすわ。よしよし、やばい、楽しい。これは敵でしょ、知ってた。おお、すげえ。ダイヤモンドダスト。ああ、これ剣によって属性変わるんだ。だったらますます主人公いらなくない？幼馴染がいらなくなってくるな。すげえ、装備によって属性変わるとかすごいな。天才かよ、戦闘の申し子じゃないか。やめろ、切り裂け。うわー、いきなり、あ、こいつ前作いなかった。なんだっけこいつ、メラメラマン。メラメラマンだー、燃やせー。いや、凍らせろ。なんだっけなこいつ、メラ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 野郎。お金、お金を落とせ、お金を。わい、サボテンだ。いいなー、冒険してる感あるな。やっぱフィールド移動できるの楽しいな。待って、とりあえず右下の、左下か、マップの左下の方に行くと見せかけつつ、これはなんだ、お、小さな骨。何でも拾うなこの子。フレームか、フレームか。確かにね、前作のにちょっと慣れてたら違和感もあるけど、すぐ慣れますよ主人公。前作のね、主人公たちもかっこよかったよね、グラフィック。本作のね、主人公たちの方が、なんだろう、村人感が出てるよね。一般人感が出てます。前作のね、主人公たちは、王国親衛隊っていう、なかなかの偉い地位にいたし、装備もなんか鎧だったから、お、オッケーオッケー。最初から強そうだったけど、二人は、いい意味で弱そう。ブロンズスティレット。ん？それって、今、我が輩が装備してるやつですか？それを、あ、買わんでもよかったのか。買っちゃったよ、買っちゃったが、まあいいか。これで2人ともね、攻撃力上がったから。なんだこれ、待て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 。メラが得意な仲間が加われば枯れ木を燃やせそう。そんなシステムも搭載されているという。小さな化石獲得。へえ。
いいな、フィールド組まなくやるの楽しそうだな。どすこい、いいっすね、まあ、とりあえず目的地に行きますか。いろいろね、寄り道もしたいんだが、それはまた後でいいかな。結構ね、今深夜帯なんですね。深夜帯なんで、テンポも考えつつ行きたいね。でもあれだよ、ワンに比べたらすごいスローテンポで行くからね。もう宣言しておこう。楽しむんだ。1から100まで楽しむぞ、俺はこのゲームを。ああ、でも敵と戦わないとあれだな。お金が稼げないのか。まあ、お金稼ぎとか裏でやっとこうかな、一人で。地道に。で、なんか変化あったら動画撮っとこうかな。まあ、いろいろね、いろいろな試行錯誤をしながら、動画に生放送にやっていこうと思います。なるべく見やすい形に。こっちでやってますか？見当違いの方向だった。出せー！この先橋が壊れていて。なんだよ、ここかと思ったわ。ダッシュ。ダッシュ。今日はね、最長2時半までやろうかな。あと30分か1時間ほどやろうかな。あ、宝箱だ。ここら辺にメタルキングの剣とか落ちてないのか。おい、あとあれだね、あの予約特典とか、あとあのジャンプについてきたシリアルコードとかもね、あるんで、それもね、ちょっとね、あれです、裏で反映させておきます。元気玉ん、元気玉ってなんだ、テンション上げるやつ。やべ、見てなかった。おしゃべりに夢中で見てなかった。なんだ今の元気玉って。悟空か。悟空のやつか。知ってる。ゴーレムいる。ゴーレムいるぞ。なのでね、眠い方は寝てってね。動画としてちゃんとやるので。時間があれば生放送に。時間がね、合わなければ、ゴーレムになってください。お願いします。サビダルギリ。あ、そうだ。ずっと同じキャラ使ってた。オル姉さん使いたい。おい、オル姉さんの蒼天魔山。ヤンガスと同じか。ヤンガスポジなんだな。ヤンガスポジか。いいっすね。ヤンガスはね、野郎だったんでね、使う気がね、あんま起きなかったんだけどね。オル姉さんはね、女の子だからね、やる気がね、起きますね。最低かよ。あ、レベルアップやった。でも適度にレベルアップもしていきたいな。あ、元気玉は経験値だったか。ありがとうありがとう。すごいね、自分語りに必死で見てなかった。トルネコー、タックルだ。体当たり。あ、でも小回りが効かん。どすこい。破壊の鉄球。おお、トルネコーやばくない。あ、ダメ、撃てない。うん、オッケー、レベルアップ、いいね。賢者の石、これ強すぎない？賢者の石便利すぎるな。オル姉さんね、使いやすい使いやすい。トルネコあれだな、一家に一台物扱い。一家に一台トルネコだな、これ。来ましたな、これ、トルネコの時代が。待って。で、私たちは下に行きたいわけですよね。これ壊すのか。こっちだもんね。うわ。壊せる？本当に。いや、まさか。こんなさ、すげえな、トルネコ。お前、マジか、トルネコ。トルネコかと思った。似てる。兄さん。おさん？私は旅の商人なんだが、先ほど魔物に襲われてね、命からがらここまで逃げてきたところなのさ。その割には余裕だけどな、なんか。見た目が。向かうところなんです。よかったら一緒に行きませんか？私はジャイワルからゼビオンへ向かう途中なんだ。もう少し休んだら立つとするよ。君たちも道中気をつけてな。命を狙われた風には見えない。距離感。こんな遠いところから話してたの？そんな。嘘ん。てっきりもっと近場で話してたのかと思った。だいぶ離れて喋ってましたね。そんなに疑われてる俺たち。まあ怪しいもんな。あ、お化け、お化けだ。帽子お化け、なんだっけ名前忘れた。クロスボウ使いたい。何こいつ。すげえ。
あんな撃つんだクロスボウ。